生まれた瞬間、人は皆自由である。そこにはまだ何の束縛もない。だが年を重ねると様々な力に縛られる。次第に自由を奪われていくのだ。そしていつしか自由へ戻ることに恋い焦がれる。だが本当はいつでもそこへ戻れるはずである。ジョジョ、爽やかな潮風、この開放感、新たなる旅立ちって感じだな。アドル、お前さんの話に乗ってよかったぜ。もう随分とエステリアに閉じ込められてたからな。誘ってよかったよ。ああ、自分の故郷を旅立った時以上に興奮しちまってる。本当にいろいろなことがあったが、お前さんには感謝してるよ。こんな晴れやかな気分は久しぶりだぜ。アドル君、ドギ君、二人ともここにいたのか。いや、まさか本物の海をこんなに間近で見られるなんてね。しかもこれほど大きな船が浮かんでるなんて今も信じられないよ。一体どんな魔法なんだい？そりゃまあ、フレア先生は生まれてからずっとイースで暮らしてたもんな。俺なんかよりよっぽどか。その通り。地上にいられること自体、私にとって奇跡のようなものさ。ましてやこうしてセルセタの花の原種を探しに行ける日が来るなんてね。セルセタの花、確か薬草の一種でしたっけ。グリアとイスパニの国境にある樹海が原産地とかなんとか。うん、君たちがそこへ向かうと聞いて、いても立ってもいられなくてね。ぜひこの目で確かめたいと思い、便乗させてもらったんだ。アドル、顔負けの行動力ですな。でも気をつけてくださいよ。その様子じゃ花を見つけた日には嬉しさのあまりそっとおしまいそうだ。はははっきり言ってそうなってしまう自信はあるよ。ま、セルセタに着くまでまだ時間はたっぷりある。しばらくはこの船旅をのんびり楽しむとしようや。乗客の見たところを、おあった。そうで、この辺りが初めて。おや、あれは山。ご乗船の皆様、私は本日は皆様の日現在天気も良好で、湾内にひしめく大小無数の島々をご覧になれます。本船の目的地であるセルセタまではまだまだ時間がかかります。
青い海と美しい島影が織りなす風光明媚な景観をしばらくお楽しみください。わかった、すぐに行こう。オベリア湾か。そういや、お前さん、ひょっとして…おっと、おいおい、これじゃ景色を見…おい、アドル、やろうか。心平らかにして敵を見よ。全ての生死は神々の手中。運命を恐れるな。勇ましく死んだ者は神の国へと導かれる。叫べ、我らが神の名を。まさか。海賊だ。やはり傭兵を雇っていたか。盾の壁、突撃。あ、うん、それ僕、はあ、はあ、まあ、へえ。なる。神への祈りは済ませたか。姫様、お引きください。はあ、すでに船長こちらへ。なるほど。やれやれ。うわ、ビクトル・ラサル船長。なあ、約束したろ。通行料なしでの違法操業、次はないって言ったはずだよな。ま、待て待て待て、もう二度とやらない。この通り、どうか命だけは助けてくれ。あんたも分かっているはずだ。傭兵まで雇っちまったらもう言い逃れはできないだろ。君、やめておけ。あれはただの海賊じゃない。バルタ水軍だ。
いやー、くっと、さす、魚の。それ、あの船、あのアドル君が乗客とわかると。そんじゃ、アドル、ここからは。ああ、しばらく。そういう、アドル。して。探して。どうした？そんじゃ、アドルも、そんじゃ。やはりイス…オベリア湾の海産物こそロムンとイスパニは敵…何を隠そう。その服…ええ、ただ斧を…ノーマン…恐れ入ります。それに彼らが…コール…これ…引き続き…それは先ほど…確かじ…おっと…そのことならし…そろそろ…あなた大丈夫？いきなりうちの子、まあオベリアだからバレ、ほんとトドワンナケ昔クレマチョウチョ、でもあなたも、あれ、俺はなる、いやで前は時期今もっお前ただ明日こいつ来た探すこっち、
なるほど、その貝殻からね。そのそりゃあそのアドルが。確認を。いろいろと疑問。昨日の。いや。今度は手加減ない。マナの力少なくとも。リラ、アタケンにシュバルタだか。まさかクリは普通こいつら。私は、あ、あた、それ、わあ、い、おい、あんまり離れるなよ。またこけるのはゴリゴリだ。ぐんなる。姫さん、だ、軍内、今、お前、え、あれ、おい、た、たく、姫さん、く、おや、グリム、通り、あ、な、それで、おい、いえ、確かに、ただ、は。